1976年、妻ティナと私は年老いて助けを必要としていたビル・ハンドのところへ移り住みました。当時彼は85歳で、頼れる家族もなく、電気も水もない古い家に一人ぼっちで住んでいました。しかしビルは心の豊かな人でした。人柄は寛容で温かく、日々の生活に事欠く中、彼の家に集まってくる動物たちに毎日餌を与えていました。そんな彼は周囲の人も幸せな気分にさせました。私たちは一緒によく働きました。日中は木片を集め、馬や羊の世話をし、キャンドルも作りました。夜はそのキャンドルに火を灯し、過ぎ去った日々の思い出を語り合いました。その時ビルが奏でていたハーモニカの優しい音色が忘れられません。散歩は彼の日課でした。杖を持って歩くビルはいつも楽しそうで、白いひげとロングコート、ブーツ姿はまるでサンタクロースのようでした。そんな彼はたくさんの人から愛されていました。ある夏の夜、彼は丘に登り、満天の星空のもと目を閉じました。私たち夫婦はビルから多くのことを学びました。彼こそ人生の師であり、彼と過ごした思い出はずっと心の中で生き続けるでしょう。ビルと共に作ったあのキャンドルを私たちは作り続けます。